私は東京の精神科病院の中でですね、病院の中に本当に何の専門資格や知識もなくね、丸腰でこう東京足立病院っていうところに入っていってね、そこでその当時はですね、やっぱり50年前ですからね、本当に家族や社会から離されて隔離収容所のような施設だったんですね。でそこの病院の中に入っていって、私はそういう医療や精神医学の専門でも何にもないけれどもね、文学や芸術家の多くはね、大変後世の人々に大きな力を与える画家や作家やね、思想家がね、実人生は非常に何かこう大変な境遇の中にあってね、自分を切り抜けるために自己表現をしていく。でそういう意味で私は病院の中の患者さんの生の声を聞こうと思ってね、来たんですと。そしたらね、そこの創立の院長がね、病院の中にもそういう人もありかなっていうことで、それ翌週からね、東京足立病院に週2回こう通ったんですね。で、まあ何も資格もなかったものですからね、勤務室やなんかのこう手伝いをしながら、時間が空いた時は畳の病室に行って、で私が入ってきた何人かがこう集まってきてね、いろんな話をして、でやっぱり絵も描いてみたいとか、でその絵を見ながら話をしてたんですね。それでそういうことで、人が病院の中、病院に来る日は、ね、こう特別に病院的な感じじゃない時間や話し合いができるっていうんでね、で週2回午前は男子病棟、午後は女子病棟、翌日の午前は老人の病棟っていうふうに、こうまるでいろんな部落を回って歩く芸人のような感じで東京足立病院で、そのうちにね、やっぱりそういう芸術療法とかアートセラピーっていうのがこうだんだん病院の中にこう出てきたんだけれども、僕はアートセラピーとか芸術療法じゃなくてね、自らが表現する行動の主人公になってね、表現していく、そういうことを通して自分を支えね、切り抜けていくっていうのが本当のアートの力じゃないかっていうけど、ずっと続けてきたんです。でそれで公共の施設でね、病院の中で描いたみんなの作品展を開いてね、それが癒しとしての自己表現展、そういうタイトルでずっと依頼続けていてね、今でも足立病院と平川病院のある地域の公共の施設で展覧会を続けて、ある時八王子の病院にね、若い男性の人がずっとこう会場の中にいてね、私が行くと、私は茨城というど田舎の病院の医者ですけれどもね、そこの中であなたの活動っていうか、そういうものを取り入れられるんだろうかっていうことで、それが現在の的場院長ですね。でちょうど創立の院長にね、的場先生が招かれてね、でここで自由にこの病院をやっていこうとするときに、何か新しい自分が病院をこう営んでいくときに、新しい何かをこうここで一つの軸にしたいっていうので、私の活動をこう聞いてね、でやっぱりそこにも今から17年前ですかね、入ってきて、で病室の中でやっぱり自由に絵を描いたり、絵を見ながら話し合ったりする造形教室を続けて、でそういう造形教室は先ほどから言ってるように、
教育とか両方のためのそういう絵を描かせるとかそういうものじゃなくてね、自らが病院的日常の中でその日だけはちょっと病院の日常的雰囲気とか人との関係が違うね、まあある意味では非病院的ある日常の時間空間ができていく、それでそういうことでずっと毎月続けてきて、でそこでここの新築のねデイケアの部屋を作る時も設計士の人といろいろ話し合ってね、こういうこう休憩のこうサークル状のこう部屋をでそこでこういろいろこう自由に表現する、でそのここの施設のも松葉院長のホロスっていう、そのホロスっていうことは先ほどから言ってる癒しっていう、癒しっていう言葉は何かこうね癒されたいとか癒されるっていう非常に受け身なそういうあれだけど、癒しの、まあ、英語はヒーリングですね。ヒーリングの 言語はギリシャ語でホロスっていう、ホロスは全体ですね。でそういうようなことでここの命名もまた癒しとしての自己表現に つながるそういう活動で、これからも私は月1回ですけど足腰がなんとか動く限りは通い続けて、私自身も癒される時間空間を持ちたいと思います。